丸岡スポーツランド、丸岡スポーツランドは、福井県堺市丸岡町にある運動施設。施設は、堺市が所有し、堺市スポーツ協会及び、丸、岡アクアフィットネスクラブが、管理運営を行っている。市民や利用者からは、丸スポの愛称で親しまれている。福井県堺市西部の田園地帯に1992年4月に、開設された。 2014年4月にスポーツ振興区自助成金を受けて既存の多目的グラウンド2面が人工芝に改修された。また、クラブハウスも新設された。この改修に伴い、名称が丸岡スポーツランドから丸岡スポーツランドに変更された。2020年に命名権を導入し、堺市内に本社を置き、自動車用材料、パワーエレクトロニクス材料、 電子用材料、充電、電線材料の製造を行う日東振興が命名権を取得した。命名権に基づく愛称は日東振興スタジアム丸岡で契約期間は2020年10月1日から2025年9月30日までの5年1ヶ月契約金額は年額210万円。人工芝グラウンド丸岡スポーツランドサッカー場は 福井県堺市丸岡町にある丸岡スポーツランド内にあるサッカー場。観客席はメインスタンドと芝布席からなる。隣接する人工芝グラウンドとともに、サッカーの小学年代、中学年代、高校年代、社会人、シニアの県内各種大会に使用されている。また、同サッカー場を本拠地とする北信越フットボールリーグ所属。 堺フェニックスのホームゲームも行われている。正面入り口のモニュメント。ありがとうございます。